お前来たね。バレんな。重いね。よし、行こっか。無理だね。出ると怖いね。はい、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。ひろふです。今日はね、もこパパさんと外海方面にね来ております。でちょっとね、私がね出遅れちゃったせいか、もう先にね出廷してます。で、あの沖の方でね、あの待ち合わせって形になっております。今日はね青物がね出てるそうなんで、青物狙いですね、やっていこうかなと思います。青物釣れるといいな、ね、でもう一つね、ちょっとツインパーの方ね持っていきたかったんですけど、なんかね調子が悪くて、今日はねサハラの方でねリールは持っていこうかなと思います。いや結構ね今日はなぎですね。で風もね少ない予報なんですけど、まあね急にね天候がね変わったりするんでね、気をつけながらねやっていきたいなと思います。それではねポイントの方をね向かってね行きます。ポイントまで30分ぐらい漕ぐのかな。はい、今日の朝日もこんな感じです。まあここはね一応外海なんでね、気をつけながらやっていこうかなと思います。おい、波がねやっぱなぎっつってもあるね。よいしょ。なんか来ました。あー、根がかりっすか。あれ、なんか途中でなんかイワシの群れみたいなのあるんですけど、うん、あー、あそこダメなんですか。いやー、反応薄いっすか。たまに来ます。はい、水深ね 15m ですね。スタートですね、ちょっと落としていきます。反応はあるんですよね。お、来た、しょっぱら来た。あ、重いね。なんだ、バレへんでくれ。なんだろう、上がるね、上がるぞ。根魚、わ、でっかい、カサゴちゃん、カサゴですね。何このカサゴ、でっか。わあ、でっかいね、これ。これはでかい。これは持って帰るか。あげよう、もう。はい、結構ね、当たるんですけどね、乗らないって感じで。TG ベイトですね。45ですね。これをね、落としていきます。水深18メートルで投げていきます。よいしょ。よいしょ。キャストして、来たぞ、来た、来たぞ、やっと来てくれた。なんだ、上がるね。来たけど上がる。またカサゴ上がるね。あー、でっか、またカサゴ、カサゴですね。これもでかい。お、来た、来た、また来たぞ。またカサゴっぽいね。なんか上がるね。
また上がるよ。面白い、面白いけどカサゴちゃんだねこれ。カサゴ、あーまたカサゴ。なんでたまには違う魚いないのかな。あのピンクフロロ使ってるんですけどね、魚カサゴちゃんなんすよねここも。はい、バイバイ、ありがとう。いけるかな。はい、じゃあね、ありがとう。はい、じゃあピンクのアームですね。ちゃうね。なんか叩いてるよ。でもこれはカサゴじゃないかな、うん、あでも上がっちゃうね。あれ叩いてる、うん、あーまたカサゴ、叩くカサゴでっか、ね、ありがとう、バイバイ。よいしょ、カラー変えよっか。結構濁ってるもんね。またカサゴ、カサゴっぽいね。はあ、はいはい、キングスター上がるね。カサゴっぽい、重いね、なんかカサゴにして上がる。カサゴか、重いわ。でも上がる上がる。またカサゴか。カサゴって意外に重いね。カサゴじゃないの、重い。でも重いよ。わ、なんだこれ。そげちゃん、おでっけ、おでっけ、でか、なにこれ、やば、でっかいっすね。わ、やばいよこれ。お、でか、こりゃでかい。釣れましたね。いやこれはでかいね。いくつあるの？わすげえ。4、あでも45センチか。45センチ、まあいいね。45センチのヒラメちゃん、海の神様ありがとうございます。ヒラメいただきます。それではお持ち帰ります。よし、いいね。サゴシチューン、重いね。青物かなこれ。サゴシチューン来ましたね。
ナーダかな。やっぱバレた？バレてないね。シーバス？シーバス。シーバス。うわあ、シーバスだね。エラーライ。なあ、シーのバスコちゃん。大物じゃなかったか。あ、重い重い重い。でかいでかいでかい。こりゃでかいんじゃない？あれ？あ、でかっ。サゴシシ。ばっくり食ってんね。食ってんね。おー、でっか。でけー。釣れた。サゴシチュン。シーバスだね。でかいね。うわー、やべやべ。やりました。でかい、でかいね、これ。わ、でっけー。なにこれ。やった。やべえ。あ、でも65ですね。65センチ。大丈夫そうっすか？でかいやつっすか？サメ。うわ、でっけえ。これ何ザメなんすかね。これは害ないサメなのかな。わかんないっす。上がります。うわ、切れちゃわないっすか。いや、そっか、フィッシュグリップがないっすね。ネット入んないっすか、これ。フィッシュグリップあるっつったから。うわ、でっけ。でか。これ持ち帰るんすか。持ち帰るんすか。俺いらないサメは。いや、すごい、お見事です。外れました？よかったよかった。バイバイ。もう今現在11時35分ですね。今日朝からね、やったんですが、ね、カヤックフィッシングで、ね、モコパパさんとやりまして。ヒラメ47センチ。カサゴがね、4匹ぐらい釣れたのかな。あとね、シーバスちゃんでね、結構ね、バラシも多かったっすね。いやー、でもね、いろいろね、なかなか渋かったんですけど、楽しかったです。またね、青物はね、ちょっとね、釣れなかったっすね。またね、リベンジでね、ここね、青物狙いにね、やっていきたいと思います。すごいな。3号ぐらい行ったんじゃないですか。30は行きましたね。よし、行きましょうか。はい、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。シラフです。今日はね、今日も南房総カヤックフィッシング行きましたね。波高いです ね。波高いんで外海出れないかなと思ってこっち来たんですけど、いや、今日はね、どうだろう、もう波が高いんでちょっと安全に気をつけてね、やっていきたいと思います。はい、今日はね、グラップラー BB でサハラ 4000XC ですね、スピニングの方が。で、まずミノーがね、おなんかイワシ大群。これピンテールサゴシチューン、サゴシの餌。これね、この間シーバス当たりがすごい多かったんですよね。なんかイワシっぽく見えるのかな、これキラキラ泳いでて。でね、キャストして泳がせてみるとね、スラローを描くような感じでね、
ちょっとね不思議な泳ぎします。これがねすごい気に入ってますね今ね。これね着底ねさせて、で着底したらねもう巻き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 巻くだけです。それではねやっていきます。波があるんだよね、気をつけながらやんないと。これなんでイワシの大群、今日もイワシちゃんいるのかな。私はいるけど追ってる魚はまだいないっぽいね、うん、この辺危ないからね移動しよっか。お、来た、しょっぱら来た、なんだろう、バラさないね。すごいねサゴシチュン、バレた、バレてないね。何、上がるね。え、何？誰？お。誰？お？やべ、エリーちゃん。でそか、でか。よいしょ。お、オッケー。ボトムにね若干ポツポツ反応ありますね。なんで、ダイソー VJ にこれジャクソンのワームだったかな、そうなんだけどね、もうちょいポイントの方向かっちゃった方がいいのかな、魚だとね、コカイ巻いて落とす、ボトム意識した釣りしてるとね結構釣りやすかったりします。なんかおかしいな、ちょっとキャストしようか。あ、ボトム反応あるね、なんかいますね。手と食わない、ちょっと浮いてるね。お、来たね、これはカサゴっぽいね。なんか意外に重い、重いね。なんだろう、カサゴにしては重いね。わあ、いたよ。マゴちゃん。でか。でかいのこれ。まあまあサイズ。マゴちゃんやっぱいましたね。マゴちゃんですね。43あるね。3センチですね。痩せ細ってるね。でもまあちっちゃいね、43にしては。じゃあ逃がしちゃおうか。ね、泳げる？よし、泳いでくれた。ありがとうね。いやあ、まごちゃん、エソちゃん。ね、開始で。今何分？まだね30分経ってないですけどね、幸先いいっすね。あ、ここか。中層反応ありますね。スタートですね、落としていきます。お、これは来た。
これもなんだろうね。上がるね。カサゴ。カサゴっぽいな。このカサゴか。またベラちゃん。S ベラじゃないね。そう。ベラちゃん。あ、カサゴじゃん。まだちっちゃいね。泳げるかな。ありがとう。バイバイ。カサゴちゃんか。あ、泳いでくれた。よかった。なんだ。当たったけど、あれ、まだいる。まだいる。またカサゴ？叩くね。今落ちパクだったね今。でも泳がないね。あれ途中で泳がなくなっちゃった。注意かな。そこに反応出始めましたね。ん？カサゴかな。叩くカサゴ。叩くベラちゃん。ああ、ベラちゃんですね。はい、バイバイ。バイバイ。はい、今22メートルですね。急に30メートルからね駆け上がってるね。地点に来ました、うん、深場反応なかったんで、ね、この辺で様子見ようかなと思います。今日風がないから深場行ってもいいんだけど反応がないんだよね。お、来たけど、またベラちゃん。叩くベラちゃん。軽いね。上がるね。ベラなんだよね。カサゴ？叩くカサゴちゃん。あ、曲がってくね。これはカサゴ。あ、ベラちゃんだね。上がってきた、上がってきた。なんだろう。ん？あ、ベラちゃん。あ、カサゴ。ガッシーちゃん。ちっちゃいね、まだ。んだね、詳しいじゃん。お、泳いでくれた。よかったよかった。お、はい、今からね、赤楚ブレイブ4ですね。で、水中映像を撮りたいと思います。ね。いい、このカメラどうなんだろうね。新しく手に入れたカメラです。ね。いいカメラですね。今水深 28.2 根回りを落とすんですけど、根回りの反応はね、結構薄いですね。はい、水深10メートルですね。はい、ダイソー VJ 投げていきます。でも、まあ沢でいいかな。
これじゃちょっときついもんね。やっと来たけどカサゴっぽいね。あるね。エソ？カサゴ？エソかカサゴっぽいね。やっぱキャストの日か今日も。あ、カサゴちゃん。カサゴちゃんですね。反応よくは昼間ぐらいになると反応よくなるんですよね。朝はね良くなかったんですけど、でもね釣れないんだよね。上来たけどこれカサゴかな。カサゴっぽいな。違うのが釣れねえのかな。ほらカサゴだ。エソ重いね。でもカサゴだね。あれ、いや違うね。あれ、あメバちゃんいた。まだいるメバちゃん。やった、メバルちゃん。よっしゃ、あ網大丈夫。あまだちっちゃいね。ちっちゃいね。ついてんの。ちっちゃいぞこれ。面白いね。あーまたエソちゃん。エソ何匹よ。エソよし、ありがとう。はい、今現在11時10分ですね。朝一ね、まこっちゃん連れて、その後ですね、カサゴ、あとね、カサゴがまたたくさんですね。あとエソちゃんもね、たくさん釣れました。で、あのメバルもね、カサゴゾーンでね、釣れてね、その後ね、ちょっと厳しかったっすね、釣れないで。いやー、結構引っ張ったな、今日も。ね、まあでも楽しめました、ね、最後までご視聴ありがとうございました。よければねまた頑張ります。ではね、チャンネル登録グッドボタンいただけると嬉しいです。それではね、ありがとうございます。バイバイ。
腰痛い。